命をかけて守りたいもの、君にはあるか。なあって偉そうなこと言ってるけど、とりあえずね、命があるかどうかなんてね、このゲームをクリアしてみないことに分かれて、うわーって言ってるけどね、うん、まあまあまあ、そんなことを言ってですね。ということで、パート5ですかね、ブルホスでございます。やっていきましょう。前回はもう何したかも覚えてないんだけど、とりあえずなんかこの部屋に来たような気もしなくもなくもなくもないっていう感じかね。とりあえずまあ進んでいきましょう。あ、それアイテム回収。あ、そうだそうだ。なんか前回あれだね、アイテムを回収しきれなくて、で、そうでね、アイテムを回収し忘れてたっていうか、アイテムなんかパンパンだったから、いろいろとねここで回収していかなきゃいけないというところからスタートですね。で、今回は多分いよいよやつに会えるんじゃないかな。うん、まあクリスのジャケットがあってね、これなんかあのバイオの元々の本編の方にもあるっぽいですけどね。で、これジルのワンちゃん可愛いよね。この部屋いずれにせよね、後でまた来なきゃいけないんだけど、まあそのあの 目的があって来るときにちょっといろいろと面倒くさいことになったらあれなんで、まあ先にね。ということで、静かに騒いじゃダメだって、彼が起きちゃうんだから、静かに静かに、そうゆっくりゆっくりゆっくり、いたね、はい、少し近いよ、近いけど気にしちゃダメだよ、静かに静かに。おー、ちょっと待って、なんかめっちゃ飛んできたんだけど、やばいやばいやばい、騒ぐ騒ぐ、りょうりょうりょう、あっぶね、セーフ。いいぜ、おーおーおお、生きがいいね、帰る、オッケー、危なっということなんでね、なんか地味にこの部屋が狭いのか分かんないけど、声が若干反射してるように聞こえるけどね、まあ、そこは気にしないでくださいということで、あのおデブちゃんがね、いつまでも寝てるのがすごい気になるんだよね。あとダメージ受けすぎっていうね、よいしょ。まあそれはそれでいいとして、こっちに進んでいきましょう。おっとんだば、ここはゾンビがお亡くなりになってますとか、こいつ撃たなくてよかったんで、別に復活するわけじゃなかったんだもんね。しまったね、やっちまったね。じゃあここの新館をね、ぶち壊し、新館をぶち壊しちゃダメ、ね、この壁だね。でもこれ C4 じゃなくてもなんかね、体当たりし続けてたら一生いけそうな気もしなくもないけど、どうなんだろうな、うん、どっちなんだろう。まあまあとりあえず進んでいきましょうや。 OKOK で、はい、 OK、 じゃあ OK、 爆発したね。よし、じゃあこのまま進んでいきましょう。あそこにいたのはね、あの倒れ込んできたらめんどくさいことになるんで、あの、うん、そう、逃げ道を2箇所ね作っておく。じゃないと、もしあの万が一タイラントとね追いかけっこになった場合ね、2箇所逃げれるところをこうちょっと用意しとかなくちゃいけないということなんで、これでいいかな。もうね、これもね、ガンガンやってた頃なんかはね、一個一個覚えてたんだけど、もう今覚えてないからね、一個一個何がやってたかっていうのはね。じゃあこれ、多分上から降ってきたね。ちょっと待って、閉まってんじゃん。え、は、ワッツ、なぜ、おい、あやべえ、逃げ、ちょっと待って、プレゼントフォーユー、苦しんで、はいはいはい、今のうち今のうち今のうち、え、なんで閉まってる、あれ立ってったよね、あそこにいたら部屋出なきゃいけなかった、もしかして。おお、もうびっくりした、焦ったわ、ほんと。じゃあ進んでいっての、ちょっと待って、いやーマジでびっくりしたわ、本当にありえねえでしょうよ、何が起こったのかすっぱり分かんないよ。え、あそこって2体いたんだっけ、そもそもが、あれ気のせい、違う、とりあえず心を落ち着けるためにここがあくまで、あれ何だったっけ、あれ E から始まるじゃなかったっけ、あれ EDM じゃなかったっけ、あれなんか全然覚えてないや、ちょっと謎解きをしながら、開いた、よかった、 DCM だった、ちょっとあの謎解きをしながらですね、ちょっとプロテイン飲む、あー声が全力で出たわ、びっくりした、あー恥ずかしかった。とりあえずメダルが全部揃ったんでね、あのちょっと
ボスでも会いに行きましょうかね、第一形態でちゃんね、うん、あいつに会ってね、なんとかあの、ね、クリアしないことには何も始まらないってやつからね。違う、あのなんかついね、あのあ安全な場所を求めがちになっちゃうっていうね、なんか分かりますね、多分あるあるだと思うんだけど、普通にいやーやっちまった、本当に恥ずかしい、うん、あれでもそっか、部屋の外に出とかないといけなかったのかな、なんか 棚が倒れてこないようにセーブするみたいな、そんな感じだったと思ったんだけど、それは気のせいだったのかな、うん、まあまあそんなこともありつつね、仕方ないよね、もう食らっちまったもん食らっちまったからね、とりあえずまあボスにぶち当たるまでになんとかね、よし、じゃあここでレオンじゃない、や誰だっけ、マーヴィンか、マーヴィンとの根性の別れになりますが、まあ皆さんね、まあ仕方ないよ、だってマーヴィン役に立たないんだもん、これで外に出られる、ブラナー警部補にしても今回あれだよね、結構そのシーンみたいなシーンっていうのがないんだろうな、それが多分 R エンジン の、 あの特有の仕組みなんだろうけど、まあ、特に今回これが初めての R エンジンだったからねっていうのもあったんだろうけど、まあその具体的なムービーシーンっていうのが、ね、ゲーム中はあんまりなかったりするよね、まあそんなこんなで銃を向けられちゃうは仕方がない、この時点でのレオってどうなんの、まだ知らんのかな、あのゾンビに噛まれることでウイルスが感染してゾンビになっちまうみたいな、これ以上被害は出せない、ね、確かあとお前に、そうだよ、だってここに関する詳しい記述の論文中かなんかレポート的なやつとかってね、見たらあれとかまだないもんね、なんかあの舌が長いやつ目は見えないけど、あの舌が長いやつ朗報だぜ、あいつはリッカーって言うんだみたいなね、名前ね、だからレポートがあったりとかそこら辺とかあったけど、まあ大して、ね、ないかな、まあいいか、これさ思うけどさ、一人だからこんなんでいいけどさ、もしさ複数人とかいてさ、それこそ警察署内にで生き残りが何十人っていた時さ、こんな短いスパンでさドアがバーンって閉まっちゃったらさ、次進めなくないってなるよね、あなたは行くのに私を置いてかれるの、ギャーってまた暴動が起こってウェーってなるような気がするんだけど、気のせいですけどウェー、ね、ということで、今回はねちょっとね多分うまくいくだろうという謎の自信のもとにですね、ナイフで挑んでみようかなと思います。ちょっとアイテム整理のお時間なんで付き合っていただけたらと思うんですが、あとねなんかナイフで切り刻むとなんか多段ヒットって言ったら複数回当たるみたいな仕様らしいんですよね。でそれを利用して、かつナイフが弱点だからというところで、まあ、ボコボコにねちょっとしばいていきつつ、うん、ねちょっと弾も節約して後半を楽したいなと思ってるんだけど、まあ、とりあえずね回復は必須という、ギャッツビーギャッツビーによる性感剤でね、レオンに染みついた匂いをね、なんとか回復させることができたんで、これでもさ、あのレオンがさ、あの怪我させられたりとかさ、あの床転がされてあの汚れまくったりとかするじゃん、あの床転がされてね、血汚れたりとかするじゃん、いつその傷とか回復したりとか、リボルトが取れたりしてるんだから、そのなんか知らない間に回復してるって感じがするよね、まあ、それも RE エンジンとね、まあ、とかもともとこれまでの作品で汚れてこなかった、怪我しても何もそのなんか怪我を負った跡がなかったっていう方が不思議なんだろうけどねまあそこまで細かい話っていうのをゲームに求めちゃいかんっていうのはまあなんとも言えんところではあるんですけど、さあということで登っていきましょうか。さあとは言いながらもね、これまでね無限ハンドガンとかで遠方から一発一発っていうのが10分15分とかかけて倒したボスだったんで、初めてそのライブから挑むっていうのはちょっと非常に緊張しております。なので皆さん再生時間で指してグダグダになったか、あそんなに意外といけたんだねっていうのか、それともあ死んだな、やり直しだなっていうということで、はい、じゃあちょろっと進んでいくと、でいつの間にか一回やったんだね、うー新しいブレドンの時間、壁ドンならぬ床ドン、マジかよ、もっと抵抗しなさいよっていう、まあ、抵抗できないんだろうけどね、こんなに打ちつけられたらいいと思う。
こんなさ、床を破壊するほどのダメージをさ、だってさ、床が破壊されてるのに、リュウもあばら一本折れてるってどういう状況っていうね。やっぱ、将来のエージェント様は、この時代からもうすでに、あれなんだろうな、強かったんだろうな。順調よ、順調よ。あ、これでもなんか、いってちょっと待って。やばいやばいやばい。目玉を差し出す、目玉を差し出す、目を差し出すでしょ。はいはい、気持ちいいだろ、快感だろ、もう死ぬだろ、え、死なないだろ、よっしゃー、マジかよ、あんだけ切り刻んだら、クラウザーだったらとっくに死んでるべや。じゃあ、あとはもうハンドガン数発撃ったら死、あ、死ぬ、全然死なない、全然死なない、やばいやばい、やばい、キーボード操作の、キーボード操作の難易度の高さ、やばいやばいやばい、よっしゃー、きちみ、一発で、じゃあ、じゃなかった、さっき謎のあの裏剣を食らってたんだ。オッケー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 、しこりよ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 し、当たってる、これ当たってるか、ああ、よし、ひるんだひるんだ、今のうち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 、目玉を刺したやつが全然目玉出せない、全然目玉、ちょっと体力高くない、え、ちょっと待って、思ってたのと違う、ちょっと予想としてたの全然違った、これやばいぞ、フラグやばくない、大丈夫、セーフ、アウト、良い良い、ほら、俺が弾を当てるためにお前は一枚脱いでいくがいい、あ、次はそのブリーフだ、やばい、血が長い、くそ、ちょっと待って、 OK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 、 よしよし、ひるだひるだひるだ、さあ、メタモンを差し出せ、メタモンを差し出せ、さあ、ルイシックの時間だ、今は ICL なのか、我が弟は45万をかけて視力 1.2 を取り戻した男だ、私は未だに 0.01、 そんなことはどうでもいいのだ、ちょちょっと、10発くらい弾無駄にしてるかもしれない、あの至近距離で手榴弾ドーンってなったら多分弾15発に10発分くらいのダメージを食らわせられてるんじゃないか、こういう結末もあるのね、知らなかった、で、誰がはしごを落としたタモレ、あは、そこのお嬢言ってごらん、君だろ、君がよ、そんなことはどうでもいい、じゃあ、進んでいきましょう、ファッションショー、ロードショー、弾めっちゃあるじゃん、そっか、じゃあ今使った分をまあ回復できたっていうことで良きかなかな。あーとは言いながら ね初のねやり方だったんで超緊張した絶叫しなかっただけはまだマシかな、まあ、うおーとか言ってたりしてたけどね、あ、これ嫁さんと娘ちゃん起きてないから大丈夫かな、こういう叫ぶとね、隣の部屋で廊下の向こう側の寝室で寝てる2人を起こしかねないからね、娘ちゃんがね、まだやっぱりね、うまく寝つけないというか、ここ最近なのかね、必ずね、夜中の3時前後にね、この世は終わりだーっていうくらい絶叫した感じで泣くからね、嫁が、僕がね、抱っこしたりとか、頭を撫でたりとかしたりするとね、もうね、それこそね、この世の終わりどころか、宇宙を駆逐してやろうよから、ね、全力の声で泣くから、もうね、本当にね、なんだろう、ここが一番子育てとして虚しい瞬間なんだけどね、嫁に任せざるを得ないっていうね、僕が一切関与してはいけないっていう感じになっちゃうんですよ、ね、とりあえずアイテムを取り忘れはなさそうだかな、んだね、じゃあ進んでいきましょう、じゃあ、ここ進んでいって、あ、なんかあれだね、ダメージを食らってる時のカチャカチャがなんか普通に速く登れてる感じはするので、コンマ数秒ではあるもの、 OK、 さてと、じゃあ次回パートはね、リメイク版になったことによってスレンダーからどっちかっていうと巨乳美女になったっていう感じのね、個人はやっぱりバイオシックスに出てくるのが好きなんだけど、まあね、これはこれでね、巨乳になったエイダちゃんがなんかめっちゃ画面重くなってる、急に好きっていう方もいると思うんで、ね、なんか揉み応えは確かにありそうだよね、あと個人的に黒のところの真ん中にリボンがちょこんとあるのもあるよね、ちょっとした膨らみのところからスーッて指を挟んでね、スルスルスルって落としていく間に多分眉間をぶち抜かれて死ぬっていうそ
んなくだらない話。じゃあアイテム整理をしてね、本パートはね終了とさせていただきたいと思いますので、本日も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録ボタンとねグッドボタンを押していただけると嬉しいでございます。はい、ということでね、本日も大丈夫かな、まあ、しばらく探索パートみたいなもんだからな、まあ、ワンちゃん出てくるんだけど、はい、ということでね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイちゃん。